本レッスンでは、その他の劣化事例について説明します。全国、どこでも散見される劣化ではありませんが、もし点検で偶然に発見したら、慌てることなく、先輩や専門家へ相談することをお勧めします。まずは、当害によるひび割れです。陶器の夜間に氷点下になると、コンクリート内部の水が凍結し、体積膨張を引き起こします。 一方、昼間は気温が上がり、氷が溶け、新たな吸水が進みます。このような凍結と誘拐を繰り返すことで、コンクリートにひび割れを発生させたり、競争を剥離します。なお、太陽光により、昼間にコンクリートの温度が上昇しやすい南面だけが劣化する場合もあります。道路の遠石で見られる、 このような劣化損傷も当害によります。また、カルバートボックスの天場でも起きることがあります。いずれにしても、当害によるひび割れの可能性が疑われる場合には、専門家に問い合わせることを推奨します。次に、この写真は、コンクリート床板を下から撮影したものです。重い車両の交通量が多い場合、 このような疲労が生じることもあります。また、耐水状態で疲労が繰り返されると、土砂化と呼ばれる劣化が生じることもあります。この写真のように、舗装を剥がすと、内部のコンクリート昇板がぐずぐずになっています。いずれにしても、疲労による劣化損傷の可能性が疑われる場合には、専門家に問い合わせることを推奨します。 これは、共用中の荷重により生じた斜めひび割れです。先端ひび割れと呼ばれるもので、共用されていないひび割れで、急激に破壊が進展する可能性があります。したがって、緊急的な対策が必要です。これは、使用材料を誤ったことに伴い、異常膨張したコンクリートのひび割れの事例です。コンクリートが、 盛り上がったひび割れが、コンクリート施工から数日後に生じていました。例えば、パンを作成する際に、イースト菌とお湯の量を間違えると、美味しいパンが作れないことと一緒です。配合ミスに起因して、初期不具合が生じることもあります。一方、公共においては、このような疲労が生じることもあります。このように、 繰り返し荷重が作用すると、先ほどの写真のように、疲労に伴う亀裂が進展することがあります。狭い幅なので、定期点検で発見することは難しいですが、もし疲労による劣化損傷の可能性が疑われる場合には、専門家に問い合わせることを推奨します。橋は気温の変化により伸縮します。そのような強軸方向の伸縮や、 地震時の揺れを吸収するため、橋の端部などに伸縮装置、いわゆるジョイントがついています。従って、正常な伸縮装置では、気温が低い時には勇敢が開き、一方、気温が高い時には狭まります。この写真のように、伸縮装置がずれてしまうと、正常に機能できません。特に、段差が20ミリメートルを超える場合には、 顕著な損傷と判断することになります。そのため、支障・臭も壊れてしまっていることが懸念されるので、同時に橋の下も点検する必要があります。右の写真のように、ローラーやヒンジが機能している正常な状態でなければ、伸縮装置のみを交換しても、すぐに再損傷が生じるでしょう。いずれにしましても、段差により、 パンクや事故を引き起こすことも懸念されるので、管理過失を問われないように対処することが望まれます。